やるとするか。要するか。大丈夫かな。運があれじゃない、ちょっと。なんつう、運がいいやつを一番前にした方がなんかいけんじゃねえかって。なんでお前が。お、意外と逃げてる。ここ行ってもしょうがねえんだよな。まあ、後々にじゃ行くとして、曲に合わせてちょっと歩くかじゃ。曲に合わせたちょっと歩調でちょっと行く。こいつら何だったらいけそうじゃねえかなんか。でもちょっとあれが、まあ、リスク。どっちにしてもリスクなんだよな。そう、これもリスクだしみたいな。戦うリスクもあるっていう。だからこれ一発どんぐらいかも。もう一発見る。これはまずいだろ。これ交代、あ、これ交代システムありかもしれないな。これはこれ大事ね。そして曲にちょっと合わせていくと。どう？ダメか。人くらい？ここら辺はなんかそんなのが強くなったんですけど。いや、強かったわ。俺の見通しがちょっとやばかったかもしれない。あ、マヌーサ、オッケー。マヌーサ。いや、永久マヌーサで来てほしい。あ、ここ乗り切れ、ここ乗り切ったぞ。ここをとりあえず乗り切ったってのは結構重要なんじゃないかな。おぉ！必死の、ここの、ここさえ行けば、こわー！危ねえ、カニの。カニ、ちょ、ここ行きに行くの。一気に行くんだ。よーし、オッケー。このカニの恐ろしさがなんかあるんだ。最終的なちょっと恐ろしい。もう最終問題だと。てってけてってけて。来てしまったな。ハラオの作った国です。そうか。かなり負けちまった。負けてしまったが。お楽しみください。楽しみかじゃ。一度だけあるそうですよ。そうか。てってって。はい。そうか。絶対に嘘なんだ。すげえなんかあれだね。嘘つけ。めちゃくちゃのあれだな、なんか。この治安大丈夫か、この近辺の治安がちょっと若干の不安なんだから、なんか。まあ、いっか。まあ、そこはもうやんなくていいだろう。そんな国知らないわ。どこになんか、なんでアリアハの全世界なんつうの、全世界なんかシェアしたって、そういうなんか、あれがあったのに、なんでそういうあれなって思って。でん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 。くれ。捨ててこ、パンツ。レレレやっておりますね。恐ろしい話だな。おほほほってなんだ。はい。ゲーム主人なんかいたんだろうね、きっとなんかな。この時代は。たくさんいたに違いないわ。てんてんれ。素早さの種。水は私の宝ですわ。旅をした甲斐があったというものです。よかったじゃないか、それはなんか。いろいろ大変だな、みんなな。皆様方、大変なんだよな。てれれ、この大々的に、大々的に置いておくからな、このなんか宝が。てれれんれん。さあ、今日ちょピラミッドの攻略だな。どんだけって感じつけよな。まあ、たまにはそういうのもありでしょ。そういうのもありなんじゃねえかって言われるな。てんてけてん。この小さな水が溜まっていくのも面白いんだよな。非常に面白いんだよな。何千年も昔からの新設建物だからな。近づいたり触れたりしたら呪われるに違いない。鉄カブト、おー。鉄カブトの方が全然あれだね。なんか値段の割にはなんかあれじゃないかな。ここら辺はなんかまあ、あーでも高いか。ホーリーナンスあれなんだ。ホーリーナンスあれか。僧侶か、僧侶専用か。ソクラス。夜になるとなぜか、ま、朝が待ち遠しくなってしまう。まあなんか人間になれないですよね、なんか。ひねくれっつうの。人生と合わせたものかもしれない。そうだな。それの繰り返しかもしれない。あ、止まってっか、じゃあ。はい。とりあえず止まって、張り通すか、じゃあ。レン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 、あ、一回あれか。あ、星色で余るんじゃん、そういえば。そうだ、この白行こうぜ。てーてーん、レレレレレレ。ごゆるりと。べべべべべんべんべん。ドラクエセブンなんか思い出すな、なんか死んでいる。なんか知らんが。なんかいたべ。確かに見えない。お、今一瞬いたぞ。どうだ。ん？こうか。謎の。謎の猫がいる。てん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 。鼻の頭の皮むけかかっている。なかなかすげえ状態だな。あー、本くれ。投げかわし。まあ、そういうのいるんだね、やっぱなんか。
恐ろしい話だもん。そういうのがあるんです。はか、まあ、はからしかいるだろう、やっぱな。スゴロッケン欲しいな、ちょっとな。そう、なんか、鍵さえ手に入ればあれなんだよな。気に入ってくださることでしょう。呪文の帰還の場所があるぞ。そこもあれなんだよ。そこも行きたいんだけど。ディリディリディ。てってって。いい曲だ。なんて幸せな音だ。大丈夫か、君たちは。やっぱ人間ってやっぱこんなもんだよな。もうどう、そういうもんだよ。いいんだよ、それで。あ、これ重要だね。東の西から西の東。東の西ね。でんでんでんでれれれれれ。そうか。美しさの前ひざまずくでしょ。まあ、それだったらやってほしいけどな。美しい心を持ちなさい。心には幸せできませんよ。なるほど。非常に重要なあれだ、それは。レレレレレレ。はい。行くとするわ。何のことやらさっぱり。あの子の魔女は何なのって、ね、かなりそれ重要なあれじゃん。重要な情報を隠してるからな。隠してるやつから持ってるからな。まあ、とりあえず行っちゃうからね。てれてて。入ってしまうのこっちのもの気がするんだよな。とりあえず。見よ。まあ、そこに至るまでの、そうなんですよ。至るまでの道みたいなのがあるからな。頼むぞ、マジで。非常に頼むぞ。まあ、それはまあ、あれだよね。まあ、そもそも、このレベルで来るとこじゃないから。どうあがいても。どうあがいても、この、なんでこんないっぱい出てくるのかな。お。この追っかけシステムだ。追っかけてくるんだよ。敵がやたら追っかけてくるって、そういうな、そういう概念がある。我々はちょっとそれを気をつけた方がいいっていう。もう半壊だけどね。もうすでに半壊ですよ。てて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 。また薬草買えばよかったな。薬草を買うってまずいつも忘れるんだよ。何見つかれない。恐ろしい話、ほんと。こんな危険なことがあったものか。探索はもう全部頭出しにして、もう必要なものを一気にバッてやるって感じでいいんじゃないか、ちょっとなんか。お！あ、でも意外といけるもんだな。この曲がなんか盛り上がるところからなんか敵が来るイメージなんで。東の西でしょ？だからこうあれだよね。ここだよね。最大の。怖すぎんだけど。恐ろしすぎんだけど。次、ラスイじゃない。でも、そこさえ行ってしまえば、そこさえ行ってしまうのがどうにもなりそうな気がするけど、聖水とかないの？やばい、聖水とかそういう、なんか邪念、俺がちょっと邪念を抱いてしまったのに、邪念バー！俺、邪念バー。おー！親の音がした。岩の音がした。やばい、奴らが。群れが襲ってくるぞ。群れがちょっと、はびこってくる。でもあれ、あれさえたらもうすべて、それを、もうすべて巻き返す。もう全滅した。これ全滅したとしてもすべてを巻き返す。ええー、やめてくれ。ああ戻ってきたぞ。まあ、とりあえず、まあ、この、とりあえず運のいい状態で戻ってくることができたか。てか、あれ忘れた。星ルーでは完全に忘れた。テレ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 でも一回のあれだからな。いやもう一気に行っちゃうぜもう。大丈夫、問題ない。猶予は結構あるからな。で、さらにあの仕掛けを解除したことによって、まあ結構あれなんじゃない。だいぶいい感じになってんじゃないか、ちょっとなんか。テレテレレ。開いてるよね、これね。開いてなかったら発狂します。よし、オッケー。来ましたね。スタミナの種が。リレミとかねえんだよな。まあ、じゃあこのままあれだろ。まあ、あとはもう好き勝手やっていいよ。レンレンレンレーレレンレンレーレレンレンレー。さあ。いけそうな気がするけどな。間違えた。仲間呼んだ？スミス？逃げよう。ベーン。よし、もう特に何も問題ないのに、全然逃げるわ。で、ここの宝もまあ、後々に全ても回収するとして、もう全部回収ルートで入って、魔法の鍵、この宝ちょっと危険なので、とりあえずも放置、これも放置だろ？これだけもらって、派手な服、
金なくて誰も遊べなくなったんですから。で、これさえ取ってしまえば。まだちょっともうやりたいことだな。もう一睡、ああ、でもあれか、夜になるとダメなんだよな。で、まあ、ここまでやってしまえばあれだよね。で、本当はこの夜の状態がちょっと望ましいんだから。で、ちょっと一回もそこで、まあ、取るもん取ってって感じで、まあ、いいし、まあ、それは、まあ、でもアリアン入ってもいいんだよな。逃げよう。まあ、どっちでも。まあ、それに関してはどっちでもいけるって感じか。枝止まっちゃうとあれなんだよな。君たち、なんか随分はっちゃけてんねんな。はっちゃけておりますね。でもこれなんかまあ教会でなんか復活システムでやればあれなんじゃない。教会復活システムでこれでやってても外で歩いていけば、まあ、なんつうの、戦闘することにあれなんじゃないか。それいけんじゃねえかこれで。まあ、で夜にして強奪して、その戦法どうですか。いけんじゃねえか。よし、 OK。 でさらに薬草もちょっと今買ったんで、ちょっと薬草も買ったんで、あともうどうに、あとはもう どうにでもなんじゃねえか。ちょっとで、まあ、復活させたり、まあ、回復させたりって感じでやれば、てってれんれんれれん、れんれれん。よし。で、夜になった瞬間にもう俺たちはもうあれだ、強盗とかすからね。強盗でボン、ボーっとかすよね。お、ついにお前たちもなんか、驚きともなってるからな。そらいい話だ。ここやべえ、ここはもう爽快感半端ないぞ。このなんかもうこの一気になんつうの、この、今の流用地一気になんつうの。うえぇー、あ、スクルト、ナイス。なんでこいつらのスクルト、なんでこいつのスクルトね、鍵ってなんつうのあれなの、全員なんつうの、そういうあれですって、その最高のあれなんだよ。よし。そういうあれになってる。てか最初からなんか薬草買ってるのはこんななんかややこしいことになってなかったんじゃないかって。オッケー。まずはちょっと、ここに行き。ちょっと話も聞いてっか、じゃあ。いずれはこうして土に帰るんですね。土から生まれて土に帰るのが。でれれ。また夜は夜でなんか人々の話が変わっていくからちょっと面白いんだよな。ズゴロク剣。ラナルータとかあればいいんだけどな。回復はそうならないから、向こうのなんかあれだよね。だいぶ、あれだな。本当でもそういうもんなのかもしれないな。人間ってなんか不思議だよな。てりりりりりん。キャットが決まりだ。掛け事は今日はあれだからな。全然その勝てるあれじゃないからな。非常に悲しいわ。水浴び。るるるるん。いいえ。その星ルーツと腕はちょっと取りに行かないな。もういろいろちょっとご出しに行こう、ちょっと。てりてりてりてんてりてんてん。なんか暗いとこに、なんかあれが得意なものの人。レベル3だからな。レベル3って言うんでも終わんね、いろいろ終わってんだから。とんでもない味だ。てりてりてん。いい曲だ。そして、これをもらっていくと。このお口にあるもの。うい。補修ルーでは、これは、これ結構重要だよな。はい。そうです。正直者だな。どうせ私には読んないものはくれてやろう。てんてんてん。素早さ50でしょ。まあ、長所伸ばした方がいいんじゃねえか。てか、何も装備してないんだから。恐ろしいぐらい何も装備してない。よし、ちょっと城の。ちょっと強奪です。強奪っすか、じゃあ。おほほ。あそこにこれ宝。お宝。お宝。黄金のティアラ。黄金のティアラってなんか装備できんのか。あ、いや、もうこれも全部ちょっと後回しにしよう。全部後回しにして命の興味。意外とそんなあるの。80ゴールド。なんか意外とそんなに、俺の想像したよりなんかあれだ。あいつなんかあっさり系だな。賢さの種。てりりんてん、絹ローブ。絹ローブなんか普通になんか良さげだけどな。ルビの腕は。てりてりてん。これはいらんと。ここは、じゃあこれ落ちてあげよう。売っ払えばあれだろ。まあ何かしらいい、ちょっといいの買えんだろ。バゲネゴだ。てりてりてん。バゲネゴとは一体何なんだって。凄まじいな。いや、これか、これちょっとかわいそう、これかわいそうだろ、すいません。せめてこっちに寝れるんだ。このなんかカーペットの上とかなんか。
すごい状態だな。おなんかすげえぞ、ここ。キャー、あらぬ噂が立ちますわ。あらぬ噂が立ちますわ。確かに恐ろしいな。ささやかな贈りも差し上げましょう。なんかすごい、なんか大人だな。もう行きなさい。なんか全てなんつうの、穏やか。穏やかがちょっと極まってんな。レレレン、レレレン、レレン。よし。で、キメラの翼買い。で、行けるとこまで行って、ロマリア、まあ、ロマリアというやろ？ハッサラム。まあ、買ってもいいのか。ちょっと待ってっか、じゃあ。ちょっといろいろ回収しつつ。キメラの翼を買うっていうのがまさかのなんかあれだ。どこに行かなきゃいけないんだ、俺は。じゃあ、アッサラム行くか、じゃあ。アッサラム行ってついでなんかあれだな。あのスゴロゴジもちょっとどうにかしたいけどな。行ってもいいけど。でも、整ってから行くか。いろいろと。状況が。でーん、でーん、でーん。なんかあったっけ？夜にでも来てくださいな。またちょっと夜は夜でまたちょっと色々イベントがあるからもあれだな。ドゥルルル。ドラクエするのが本当なんか自由だな。なんかもう結構なんか割となんかもうやりたい方だって感じ好きよな、これ。恐ろしいぐらいにしてやりたい方だな。ユーモアの方。てててー。ここか？いいですね。東へ行ってたと思ってるんだが、ホビットだけは知ってると抜け道を通るしかない。あー、しまった。まあ、いっか。そうだ、どっちにしろ、アッサラームあれだ。来るあれだったんだ。まあ、いっか。じゃあ、アリアハン行って、アリアハン行って、ローマリア行けば行ったら、こったなじゃ。強奪しましょう、じゃあ。おほほほほほほ。もうなんか訳わかんない。いろいろちょっと訳のわかんないことずっとやり続けてるわ。てり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 。よこしやがれとか、このあれか、10年話してんのか。10年。なるほど。頭が最後は俺もちょっと見てる、ちょっと。何をしようと私は見てもいいでしょう。なかなかいいんじゃないですか、それは。それは助かりますね。じゃあちょっと遠慮なくして、ちょっと強奪していくか、じゃあ。まあ見て見ぬふりつつもあれだから、まあこれで、これによってその世界を救って考えたら、まあ全然あれじゃない。いいあれだ。豪傑。豪傑どうすっかな。熱血感と豪傑って どっちがいいんだろう。まあいいや。レレレレレンレンレン。いっぱいなんか物が増えてきたな。物がすげえ増えてきたな。攻撃力が、でも そんなもんか。あんまりなんかめちゃくちゃ上がるタイプじゃないの。うい。テリテリテンテレンテレン。次は、こっちか。もうなんかわけわかんないもんな。おい、爆薬のようなもので壁を壊したりするんです。爆薬なのか。魔王の玉とはよくわかんない。爆薬の元となったそういうあれなのか。はい、旅の扉というものがあったそうです。テリテリテンテリ。ルーンスタッフが、あ、めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いじゃん。まあ、これも殴ってもいいのか。とりあえずは黄金のティアラが、これ運の良さがある感じか。一箇所整理すっか。もう訳わかんねえな。もうぐっちゃぐちゃだからな。で、種を。あるせいいんじゃねえか。いいね。3なの助かるね。いいですね。素晴らしいですね。とても素晴らしいですね。で、命はこっちで。いいんじゃないの。いいのか知らないけど。よし。一気に一箇所ローマリアに。ロマリア地方に。敵もなんか回れたらもう余裕だろ、もう。行っても余裕でもうぶっ倒せんじゃないの。まあレベル3だけど。よく知らねえけど。で、そこでまあ揃えてしまえば、みたいな感じ。微妙な、またその。これ殴り、これ殴りできんでしょ。スミスが一番今あれだな。いいですね。ジャンヌが並んでるって、この、その状況がちょっと結構やばい。なかなかちょっとやばい気がするんだ。まあ、自由に上がったとしてもあるでしょ。1か。おじさん、
お、いいですね。お、硬いな。さあ、スクールタイムとしてんだけど、ちょっと。話がちょっとややこしくなってるんだよ。よし、頑張ってくれ。長期戦だ。あ、意外と変わんないね。おー、ナイスですね。それは助かるわ。ルーラーくれ。18! どっち上がってんの？ MP が上がったのか。凄まじいな。ほう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 。まあ、そのうちあの、やるわ。また、改めてあの、ポルトが、てかあの、なんつうの、シャンパーニュのトイレつってます。俺の、ノアニールやら、あそこら辺は、そのうちやるから。ガバッと。ここはまあ、そんな、砂漠の方が強いイメージなんだよな。どっちかというと。ドルイド。まあ、ゲーム。お、強い。お、強いね。あ、まずいね、それは。それ非常にまずい。お、バギー強くね。お、バギー強すぎだろ。また地味一人。よし。帰るか。